だからなんで踏み切ったんですか。おはようございます。おはようございます。はい、本日は、ただいまこちらは犬山の方に来ております。はいちゃん、おはよう。寝とったねはい、ということで今日は私とひなとライトで犬山をお散歩したいと思います。ひなちゃんちょっと近すぎてですね映らないんですよ、ひなちゃん。はい、ということですね、城下町をライトと散歩したいんですけど、その前にちょっと私一人で犬山城を少し散策したいと思います。少しお待ちいただいてよろしいでしょうか、ライトくん。少しお待ちいただいていいですか。今日は気温はあんま暑くないはずなので、ちょっと車でお待ちいただいていいでしょうか。いいですか。はい、ビョンビョンビョン。はい、ちょっと待っててね。あ、虹村も近いんだ。虹村はそこ、リトルワールド、この辺か。今度行きたいな。よいしょ、じゃあ行くか。なおいで、乗って、ひな乗って、なおいで、乗って、オンして、ラい、ハウスハウス、ラい乗って、ひな涼しいね、風が。ラいちゃん、ラいちゃん、あれ、あたりひなちゃんこっち見てんの、かわいいね。ありがとうございます。これはここに返しに来ればいいですか。セーブだけ。はい。はい、ありがとうございます。じゃーん。いただきます。いただきますね。ありがとうございます。すいません、ありがとうございます。
禁止です。なんか禁止だめです。好きなお店だ。美味しい。これはフランボワーズの飾りです。ちょっと待って待って、落ち着いて。あ、ひな、ダメ、お座りして。ひな、お座り。さあさあさあ、お座りして。あ、さあさあさあ。次の信号で左方向。はい、はい、はい、桃太郎神社行きます。すごい。首当たろ。はい、よいしょ。ひなち、はい、首当たろ。あ、なんでワンテいった。びっくりした。ひながいたのか。びっくりするよ、ライちゃん。お化け出たと思ったじゃん。よいしょ。桃太郎神社を出発します。あ、来ますか。神社ありがとう。いや、すごいね。なんかいろいろあって見応えはあるんですけど、あの動画はちょっと NG だそうで、写真は何枚か撮ったので写真は上がると思います。あー、残念だな。そっか、動画はダメなのか。では、今からはちょっと時間が早く終わったので、ちょっとこっから30分ぐらいかな、離れたところにあけわっていうたこ焼き屋さんがあって、そこがね、私もパパさんも大好きなたこ焼き屋さんなので、そこに買いたいと思います。はい、こんな感じです。4個、16個、30個、これが今食べる分、実家にあげる分、私とパパさん分です。いいですか、いただいてもすいませんね。今日はいつもは私昼ご飯とかでも全然30個食べるんですけど、今日はね、犬山でいろいろ食べたので4つ先にいただきます。これがですね、からしマヨネーズがちょっと甘辛くて美味しいんですよ。きゃー、これ美味しそう。サビダです。いただきます。ちょっと辛いのがいいんだね。熱いかな。ないと、うーんつって、これをぜひ食べていただきたい。さっきの桃太郎神社が20分ぐらいだったんで、結構近い犬山。このマヨネーズが
マジで美味しい。ちょっと甘いんですよ。ちょっと辛いの、辛子苦手な人は嫌いかな。多分マヨネーズと辛子と練乳が入ってんのかな。ちょっと甘みがあって美味しい。今日のお気に入りのおもちゃなのだって。かっこいい革のサンダルついてる。へー、これ今の時期ぴったりなやつだね。あ、なんかすごいこの後ろかっこいい。ここ本当だ、かっこいい。ハイテクハラスちゃん、ね、かっこいいね。あー、毛を吸うやつね。収納袋と吸うやつと、あー、これがねホース、あの余分な毛を取るやつだね。あ、バリカン？あ、助かる助かる。あー、長さね。あ、はいはいはい。あ、いっぱいあるじゃん。あ、ブラシじゃん。すごい。これブラシでこうやってす、こうやってよし、トキトキしたやつを、うん、とこうやって吸えるんじゃん。めっちゃいいじゃん。ふい。ふい。ふい。何これって顔してる。何これ、あら、も気になる、あら、急に気になった。これはあ、お掃除用かな。掃除用っぽいね。え、これ車の掃除とかにも使えそう。あ、そうね、ちょっと見えないです。めっちゃ見えないです。まあ、これって美人に磨きがかかるね。僕もイケメンに磨きがかきたいよって言っとる。はい、この感じですね。じゃあもう今日はお風呂入らなきゃいけないので、美容室風来、美容室風来オープン、オープンします。じゃあまず先にお風呂入ろう。お風呂入ろう。の抜けがたくさんな。もうね、最近咳が止まんないんだよね。毛を吸い込んじゃうからさ、これですっきりさせましょう。いらっしゃい。形気になる。形年頃だから気になるの。初めての美容室。美容室だね。この足もカットしてもらって。まっちゃん。名古屋。ここ長いもんね。カットしなきゃ。そのね、それそれカットしなきゃ。あ、ライムやる、ライムカチやる。ライムおいで、ライムおいで、ライムこっち来て、ちょっといけないいけない、ライムおいで、ライムおいでおいで、赤ちゃんもやる、ライム赤ちゃんやるの、ライム赤ちゃんやりたいね。よし、じゃあお風呂入ろっか。近いけどいい？お風呂行こう。はい、今日お風呂行こう。よーよーどん。あら、うるちゃんこんにちは。うるちゃんも毛がすごい。うるもお風呂入れたいな、近々。ねえ、お風呂だね。たぶさんも家でお風呂だね。ないか。あ、かわいい。かわいい。自分待ちしてる。あ、こっちも気持ちいいね。美顔マッサージ。磨きがかかるわね。ライトも美顔マッチャージするの？ライトも美顔マッチャージするの？リンパ流してね。一番もう一回やるの。どう？美人になった？美人だね。もう一回美人だよね。美人。ライト。でもかわいい、かわいい。みんなここ来て。あ、パパ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 、ゆっくり来てほしかった。タオル引いた、みが、ちょっと待って、ちょっと
ゆっくりゆっくり、そうそうゆっくり、そうそうゆっくり、そうゆっくり、そうよ、そう女子女子だからね一応、そう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 、ちょ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 、もうだんだんこれだんだんこれとだんだんこれとだんだんこれ出とる、ひなひな、ありがとうねセルフドライしてくれて、もういい？そろそろいい？ひな。ひな。もうびっくりしすぎて逃げてるから。ひな。自分からケージあんま入らんの最近。はい、ストップ。お利口。待て。はい、もう終わったの？そうかそうか。抜け毛がすごい。そうなんだ。まったるすごい。あたちちゃん、お風呂も入ってうんちもしておしっこもして、スーパーシュッキリガールなの。よし、じゃあ新兵器の。先ほど開封したやつで。これですね。これ。これ。これ。エアロボの。うん。ペット用グルーミングクリーナーっていうですね、このブラシと掃除機が一体になった、へえ、ね、便利な便利なアイテムをですねご提供、おお、でこの子たち乾かしたんですけど、ちょっとねまだお手入れしてないのでボッサボサなんですよ。そうだね、今しかも乾毛機がすごいんだよね、ライちゃんもすごくうねってるんで、バカバカ、ちょっとねこのグルーミングキットで綺麗にお手入れしていきましょう、はい、はい、お願いします、はい、これがグルーミングブラシ、ありがとう、はい、整えながら、これブラシして、集まったらポチッとここ押すと、集まります、便利、そうでけど、同時に掃除機吸い込むんで、周り回わずにそうシュッってなる、へえ、もう一回やってみようね、やってみようね、たちちゃんいいじゃん、今すごい感冒期だから、はいはい、はいとー、はい、このもしゃもしゃのお尻ないちゃん、はい、よしよしよし、はい、もしゃもしゃでございます、全体的にはい、やりますよ、うねりまくっております、どう？いいね、毛先がね丸いから痛くない、そうそうそう、刺激がないよ、いい、ね、あ、気持ちよさそうだね、気持ちよさ、気持ちいいね、ひなちゃんこれ音も静かなんですよ、あ、そうなんだ、うん、最大はこれぐらい、あ、でも静かだね、そう、全然掃除機よりね、静かいいよ、そっか、ひな初めてか、こういうの、そうだね、こんな感じで変わってきました、あ、すごい、そう、で、それをこれをこのボタンね、します、はい、お、お、すごい、すっきりすごい、いいじゃん、たっちゃん、最近すごい毛が抜けるんだよね、赤ちゃんの毛が、赤ちゃん大人になってきとるね、赤ちゃん大人の階段登っとるね、
中のね、うん、抜け毛も吸ってくれるから、あ、へえ、部屋に回らないんですよね、あんまり。私結構そのいつもこの毛でさ、うん、咳がすごい出るじゃん、うん、そうやって思うとなんかちょっと動物の毛アレルギーの人にはすごいいいかも ね、 はい、たまに手洗い、はい、はい、やめて、よよよ、おおお、びっくりしたね。おらいちゃん、ふわふわがサラサラになるよ。はやりがあるね。でも眠たいんでちょっとね、うとうとしてる。あのワンコたちが嫌な掃除機音がね、静かだったから、ヒナも全然怖がらんもん。もういっぱい切っちゃって、うん、それだけでもできるかな。あ、確かに。なってからつけて吸い込めばいいんだよね。そうだね、これで集めて、固まったら、うん、ポンってやって、うん、おーすごい。何、どうしたのライト。私気に入ったの、僕やってたのに。みんなにポジション取られたの。いや、なんね、今日も平気、今日もやってみたら。今日一番掃除機苦手だよね。うん、プールも大丈夫だ。本当だ。プールバリカンやってみる。プールバリカンやってみますか。うん、はい、バリカンですね。うん、じゃあこれで手のお手入れしようか。はい、こんな感じで出します。はい、おお、簡単で、バリカンはここに電源ボタンがあって、うんうん、こっちを本体つけると動きます、うん、こうやって消せる。動いてないってこと。あ、今動いてない、押すとバリカン。あ、本当だ。そうで、常にここで吸い込んでるから、うんうん、じゃあ飛び散らないで、短い毛がね。そうそうそう、全部吸い込む。やってみるか、じゃあ、うん、じゃあやってみよう。スイッチ入れて、あ、結構伸びてるね。うん、よ。おお、見える？ああ、いいね、いいね。もう綺麗になったね、ライト。ほら。ああ、すっきり。行きますよ、これで。いい？いきますよ。お、すごい。じゃあ、こんな感じになりました。綺麗になったね、ひなちゃん。集中点です。上手にできましたね。すごい綺麗。カーペットとかソファーとか。普段すごいもんね、毛が。ね、今日ね、全然ね、いつもだったら毛だらけになるんだけど。全然ついてないね。ついてない。吸いながらやってるのもやっぱり全然違う。ね、違う。これがお掃除ブラシ。そう。これがアタッチメント。9ミリ、12ミリ、6ミリ、3ミリ、18、24だね。そうだね。一応フーが6ミリなんだけど、ちょっと今日はね、やった方がいいか、9ミリやってみようかな。お試しで。うん、お試しで。さっきのバリカンにセット。ここをセット。お、簡単。おー、こんな感じ。いいじゃん、いいじゃん。だいぶ伸びてきたね。ふーちゃん、剃る前こんな感じです。もじゃもじゃ。この辺が、ここへんで剃ってないところ、剃ったところ。吸いながらだから、整いやすい、うん。そうそうそう。飼ってるっていいかもしれない。まあね、でもね、バリカンはね、いろいろ
ほら練習が必要だからさ、うん、長めから始めてやっぱ怪我しないよね。こうやってやってった方が楽かもね。使い覚えてる。そうそう、まず足裏からね勉強して、うん、簡単にできたらね、トリミング台も赤にならないから、ね、そう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 。あ、綺麗綺麗、風ちゃんいいじゃん。こんな感じです。いいじゃん、スッキリしたね。これが9ミリ？これが、6ミリに変えた。6ミリ？うん、6ミリに変えた。でもあの細かいとこハサミでやるんだけど、大まかなのは全部やれた。いつもね、ここに入ってくるね、この茶色いのがうちに、ま、待ってたんだよね。これ ね、すごいよね。すごい。大変だよね。しかもね、見て。いつもこの辺すごい付着するので全くついてない。っていう、そう、やらせでもなく本当にね。あ、1個ついた。あ、ちょっとついてた。あ、バレた。バレた。吸って吸って。ほらほらほら。これは綺麗になりました。すごいね。隙間の。これじゃあ、 あの隙間のその辺をこうやって吸えるのね。ソファーの間とか。ああいいな。これ車の掃除機にいいな。あ、そうだね。あのホタ電使ってね。すごいいい。うん、あ、はい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 。少なくするやつね。これはなんかだいぶ毛がね、あの落ちてくる。缶毛器本物になったら使いたい ね、 そうだね。じゃあまずこのアタッチメントはこの除毛ブラシ、除毛、うん、でお掃除ブラシ、グルーミングブラシ、これすごい便利だ ね、 いいね、うん、これグルーミングブラシ、バリカ ン、 でアタッチメントが、1,2 このバリカンが一番短いやつと、うん、これが3つあるからこれね7種類のバリカンが使えたからね。すごいよね。そう。で、ふーちゃんは今回6ミリだったんだね。うん。すっきり。6ミリだとこれぐらいか。うんうんうん。いいじゃん。で、ふーと6ミリぐらい。そう。あと顔はね、ハサミでカットするけど。よし。何でしたでしょうか。今回、私たちが使わせていただいたのは、このエアーロボペット用グルーミングクリーナーですね。よかったね。うん、すごいよかった。見た目もすごいスタイリッシュで可愛い。こんな感じでございます。結構ねバリカンとか難易度あるかなって思う人も多いんですけど、アタッチメントつけたらだいぶね使いやすいかなっていうのと、長毛種のワンちゃんとかね猫ちゃん飼ってる人はこういうグルーミングのブラシがあると、まあ、舞いにくい。そうで、しかもあのやっぱ私みたいに動物アレルギー持ってる人だと毛を吸うことによって咳しちゃったりとかねするので結構いいんじゃないかと思いました。どうでしたかレイカくん。なんか近いました。近いですね。ビフォーアフターの方はねこの辺に載ってると思いますので、ぜひ見ていただければ嬉しいです。ペットグルーミングクリーナー気になるような方は概要欄に詳しいものを載せますのでぜひチェックしてみてください。はい。はい。で本日はここまでです。皆さん、さよなら。